まさしく日本海海戦の始まりであった。俺たち、いつか、来ますて、社長、社長。というわけで今日は、何やるんですか？いじめしです。やったぜというわけで今日は、何やるんですか？日本が誇る聖徳、東郷平八郎でございます。もはや八千東郷平八郎。日露戦争に連合艦隊司令長官として参戦、敵の目の前で U ターンを行い戦闘に引きずり込むという奇策で当時世界最強と言われたロシアのバルチク艦隊を完膚なきまでに叩きのめした。その勝利は日本のみならず世界でも驚愕され、世界三大帝徳の一人にまで数えられた希代の名将だった。そんな彼の愛した料理はビーフシチュー。前回もやった気がするが、どのような料理になるのか、調理開始。それでは料理の日露戦争始めます。特に一発目は何使うんですか？お肉ですよ。出たー、東郷平八郎のじゃないですか。同じ流れ。もう同じもの作るんですか？そう、結局ね、同じもの作っちゃうからね。ビーフシチューを作るわけだから。かぶっちゃうこともたまにはあるさ。そうそうそう。塩と胡椒で味付けますよ。味付けていきましょう、味付けていきましょうよ。変わりませんよ、もう一回作ってるからね。日本海の荒波に揉まれてるぜ。コメントも同じ。バターですか？うん。やべ。何？バター前回ので使いすぎてないわ。貴様、お前買って、お嘘だろお前。これどうやってロシアと戦うんだよ。どうすんだよ。そりゃもう油で占領するしかねえな。マジかよお前。もう変わってきちゃうやん、変わってきちゃうやん、お前。これしょうがないよお前。今回だけだぞ。肉を投入しますよ。イエーイ、出たー。まさしく日本海海戦の始まりであった。そろそろロシアのバルチク艦隊が見えてくるんじゃないですか。もう見れる。見えてきたね。これ打電しなきゃ、打電しなきゃ。敵艦隊ニュートの報告に接し、連合艦隊は直ちに出動。これを撃滅せんとす。本日天気星郎誰の波高し。あ、来た、決まった。じゃあ次は野菜ですよ。オッケー。はい、のぎまりすけ、よいしょ。大山岩尾、よいしょ。倒しちゃうよ。入れたの陸軍ばっかりです。お水ですよ。出た、日本海の海水じゃないですか。さませ。はい、というわけで次はワインですよ。ワイン入れましょう、入れましょう、やっぱり、あ、やべ、なんだよ。ワイン前回使いすぎてねえわ。貴様、一度丸くられて二度までも。酒とみりんでよろしくねえか。おい、ふざけんねえ、お前。こんなんじゃ全然足んねえよ、しょうがねえな。今回だけだぞ。ビーフシチュー作る気あんのかよ、マジで、お前。あれがあるから、デミグラスソースだ。デミグラスソースあるから、デミグラスソース、デミグラスソースあったらな。というわけで、じゃあそろそろデミグラスソースですか。やべ。なんだよ。前回使いすぎてないわ。貴様、広告の後輩、この一斉にあり、各員層を踏んで努力しなくてどうすんだよ。醤油あるんだよ。おいおい、さすがに、さすがに醤油はねえだろ、お前。あと砂糖。もう今回だけだかんな。なんだよ、邪魔。行こうぜ。おい、誰かけろ、俺の醤油だったよ。誰かけろ、俺ら、もう。定時戦法で俺は頭を押さえないとさ、敵逃げちゃうから。これが、ビーフシチューや！イエーイ！こちらが、東郷平八郎が愛した料理、東郷風ビーフシチューでございます！いただいていきましょう！えっ？じゃあ、いただいていきましょうか！いっしゃい！イエーイ！あ、うまい！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 肉じゃがって和の心だな。さらっと、これさらっと言うなよ、言っちゃったよ。これ肉じゃがじゃないですか、肉下りだ。無茶ぶりでこれを作らしたんですよ。じゃがいもと人参の玉ねぎ、あと牛肉使ったから、うん、それで作ってくんないっつって。そうそうそう、うん、でね、あのなんか悩み悩んで作ったのがこの肉じゃが。肉じゃが。それが生まれたきっかけなんですけど、東郷平八郎のその西洋文化も入れて日本のこのアレンジがあったから。あったあったあった、うん、日本人の料理の中で多分ダントツで1位。ダントツで、ダントツでこれ1位。本当にはこれうまい。西洋と日本を食らったって感じがする。いや、本当にそれ、ね、あれ。ああ、言うなればさ、本当にあの海の上で他国と戦った初めての戦いですからね。そうだね。まあ言うたらそうだ、うん、日本の本格的に本格的にぶつかったのはそうですよ。東郷平八郎の起点で、うん、はい、勝つわけですから。いや、本当もう決断力というか。決断力ですね。決断力だな。まあというわけでございましてですね、東郷平八郎といえば、はい、東郷ターンって敵の目の前で U ターンをするね。
奇襲作戦で勝ったわけですけども、いやすごい奇策でね勝ったわけですけども、ね、今回の料理もビーフシチュー作るっていう目の前での統合ターンでの肉じゃがいいさあということで、面白かったらチャンネル登録高評価、よかったらコメントの方よろしくお願いします。ドワイト・アイゼンハワーです。パリを解放しましょう。出たドワイト・アイゼンハワーや、イエーイ。目分量が、目分量がね、ちょっと上手くなってる、うんうん、あともう一つ言いたいのは、うん、お前ら料理レベル上がってんな